あでもなんかはずいなこれ。いやいいか、推しからの認知について私の大好きな超めちゃめちゃめちゃ推しててアーカイブほとんど見漁ってる、あの早く新しい配信をしてくれって思うぐらいにはアーカイブを追っている VTuber さんが、まさかの私を知っていてくださっていて、これが認知っていうことをね初めて体験してるんですけども、まあ個人 VTuber になるとさ、そう私とカモガル隊さんだとさ距離感近いからさ当たり前に認知できるんだけどさ、そういうさ規模感じゃない VTuber さんなのよ。ましてやお忙しい身であろうに配信を見たことがあるとおっしゃっていただいておりまして、本当にハゲそうになっちゃったんですけど、いいでしょいいでしょみんな。でも私ってずっと常日頃言ってるんですけども、握手会あんまり好きじゃない、推しにもう招待というかなんか認知されたくないっていうか、もう目にすら入れてほしくないと思ってるんですよ。推しのような綺麗な存在、高貴である高潔である存在に見られたくない、まあ怪我したくない。まあ、先ほどから言ってるそのすっごい VTuber さんって春雨うらめ様っていう方なんですけども、めっちゃいいんすよ、みんなちょっと押してくださいハロプロと春雨うらめさん押してください、みんなちょっと。もうぐらいには大好きな VTuber さんに、あそう多分それきっかけでね、多分チャンネル登録してくださった方もいらっしゃるのかな。ちょっと今見てるか分かんないけど、もしねアーカイブでも何でもね春雨うらめさんが大好きで、まあちょっとそれきっかけで見てやらんこともないなって思ってくださった方がもしいらっしゃったらね、まるちゃんと一緒に推しオフ会しましょうほらオタク同士でつながろうとしちゃダメでしょ。まるちゃんどの辺りまでが認知、でもまた来てくれたって思ってくれた時点でもう認知じゃない、それはおごり高ぶりじゃない。なんだったらうわー、まあちょっとマレちゃんのことはしっかり認知していただいていたのですぐ調子乗る、うんね、ちょっとそんな嬉しいことがありまして、本当に嬉しかったですもうこれ以上形容がしてがたいんですけど、その認知されたくないけど、認知されたくないけどやっぱ嬉しかったね。でも嬉しいけど、もう二度と私のことなんて見なくていいですとも思った複雑なオタク心だよねこれね。あなた様のようなお忙しい麗しい方が私のような配信を見ている場合じゃないですぞと、勝手に思っても、私のような本当にねただのオタクなんでね、よいしょ、お話でした。嬉しかったからしちゃった。これあと1年ぐらい喋っていいかガチ推しなんで、ガチガチガチ推しなんで、グッズコンプしようとしてる女なんで、うん。